沢ですえー、っと今回は今作っている、まあ、東京サロン2022に出すアルファードの、えー、制作動画になります今、えー、とりあえずグラインダータトゥーを全、えー、面に入れてますで、えー、転換剤サビ、まあ、防制剤ですねサビ防制剤入れてでクリアでフラットにした後アイズキャンディーのスコーピオンレッドを 一旦前面ににった状態になりますで、まあ、ここからこれが一旦ベースになるっていうか、まあ、このあとまだゴーストキャンディーかけるんですけど、まあ、一旦外に出したらこんな感じの色味ですっていう感じで今画像動画ですね動画を流してますまあこれでも結構あのインパクトあってすごい綺麗なんですけどまあここからですね あのー、このブラックキャンディまあゴーストオフ、ゴーストペイントでかけていくんですけどちょっと薄い感じでかけていきますで基本的に鉄板とかはローハンのグラインダーは基本的に転換剤を入れて、えーまあ、基本的には錆び、えー、ないですでここからこれもゴーストブラックゴーストを入れた状態ですねちょっと、えー、薄めに えー、入れてます真っ黒にするんじゃなくてまあ、ちょっとこう前後フロントバンパーリアバンパーらへんからグラデーション風にちょっとゴーストを濃くしてで真ん中に向けて、えー、ちょっと透けるような感じでペイントしますまあここまででだい、えー、まあ2週間ぐらいですかねまあ部品パーツも全部バラバラにしてやっていってます まあこの感じのゴーストとか、こういうのはね、今まであのオールペンで東京サロンとかも出したりもしてたんですけど、一旦これでベースが完了ですね。で、全面足付けして、で、下処理ちゃんとして、デザインをこんな感じで入れていきます。で、これ今もうパターンをボックスの中にグラフィックとかを入れてマスキングしてる状態になります。 まあ、左右対称になるように、えー、ラインをトレースして、えー、やってますでここから、えー、シルバーメタリック、まあ、ローハンのアイズカラーのシルバーベースを、まあ、こんな感じでトントンと入れるとバーンと色が変わって、まあ、これが今全、えー、面なぞラインをなぞった感じですね、まあ、ちょっとこう フェード感出しながらで、えー、ちょっと置いてからもうすぐにマスキングを、まあ、一気にこんな感じで、えー、めくっていきますここがね結構あのー、<laughs> ポイントで、まあ、こんだけ一気に束でグーッとめくっていってもあのー、基本的に塗料がめくれたり、まあ、エッジのところがね塗料取れたりとかはもう一切しないです でまあ、よくあるのがキャンディーとか、まあ、ベースカラー塗って一回クリアで押さえてでサンディングしてテープ貼ったらマ、まあ、スキングテープがこびりついたとかねあのこういうグラフィックのキワがちょっと自熟さく描けたとかまあそういうのがまあ普通にやっていくと絶対なるんですけどこうやって、まあ、一気にバーッとめくっていっても、まあ、僕ローハンのペイントは基本的にはめくれないです。 まあこんな感じでこう気持ちいい作業でねテープくっついてもこれ塗料は絶対取れないんですよでまあこんな感じでガンガンめくっていってますこのめくるとき、まあ、下処理とか、まあ、ローハンの下処理方法があるんですけどこの方法を徹底的にやっていったらめくる作業がすごくこう楽しくなってきますで後ろのコーナーパネルの部分に えーとレースペイントですね、まあ、レースペイントって結構あの昔に昔からあるペイントなんですけど <laughs>、まあ、新たにもう一回こうそういうのをパターンの中に取り入れていって、えー、ちょっとわざとして、まあ、アクセントつけるような感じですねで入れていきますまあこの辺は、えー、ちょっと4倍速ぐらいで回していきます まあ、綺麗にマスキングしといて、あの、レースペイント入れるこのボックスだけをちゃんとくり抜いて、で、レース入れて、で、まあ、セミドライ、セミウェットぐらいの間で、えー、まあ、4回、四コードぐらいですかね。ばーっとかけて、で、まあ、シルバーで模様を作っていきます。一応このレースが、あの、表柄になってるんですけど、まあ、ちょっと見にくい部分もあるんですけど、 そして、ええー、まあ、5分10分置いてから、まあ一気にもこんな感じでめくっていきます。まあこういうところもあのマスキングで、まあレースだけがちゃんとめくれるように、まあキュアはちゃんと残るようにして、でこうレースの模様を木彫りにしていきます。 まあ、ペイントの技とかも結構いろいろあるんですけど、まあ、今回はこのレースとかを入れていきます。まあ、あの、ウォーターペイントとかね、あのー、ゼブラウェーブとか、まあ、ボックスパターンとか、ま、いろいろあるんですけど、それをまたいろいろ紹介して、後々紹介していこうと思います。で、まあ、全部一旦めくって、えー、ラインの部分をなぞってこう、フェードで出てきたところで、今度はアイズキャンディのスコーピオンレッド こんな感じで、全面に塗りました。えー、っとね、だいたい4コート5コートぐらいですかね。で、その上から、ちょっと薄く、またブラックキャンディーかけて、で、色のトーンをちょっと落としながら、で、こんな感じですね。えー、完成は東京ツアロンの、えー、ローハンブースで、楽しみに見に来てください。